ウィレム・マリウス・ドクテルス・ファン、リュウエン・ウィレム・マリウス・ドクテルス・ファン、レイウェンは、オランダの植物学者、昆虫学者である、オランダ領東インドのバタビア生まれた。アムステルダム大学で生物学を学び、カタビロ・コバチカのイソソマ・グラミ・ニコラ、ジローの変態中の器官の変化の研究をした。1908年から、オランダ領東インドの中部ジャワ州のサラティガで、 昆虫学者として働き、1909年から1915年の間は、スマランの中学校で、博物学を教えた。1915年からは、バンドンの中学で教え、校長も務めた。ジャワにいる間に、昆虫の規制によって植物に形成される虫コブの研究や、あと植物の共生、植物の種子散布や高山植物や、 火山島のクラカタウの新種植物などを研究した。1918年から1932年の間、ボゴール植物園の園長を務めた。1926年には、アメリカとオランダによる中部ニューギーニア探検の植物部門を率いた。1926年から1832年の間には、バタビアの臨床医学校の教授も務めた。 1916年から1932年の間、オランダ王立科学アカデミーの客員会員だった。1932年にオランダに戻り、レールスヌに住んだ。1842年から1950年の間、王立熱帯研究所が設けた、アムステルダム大学の熱帯植物学の教授を務めた。ありがとうございます。